はい、吉田隆の教え方チャンネルですえ。今日は4年生の国語、世界一美しい僕の村についてお話をします。はい、えー、文章を読んだんですけども、これまで私が三村教科書で読んできた、まあ、ちいちゃんの影送りだとか、一つの花と、ね、こういった戦争文学とはちょっと違う感じのね、えー、物語ですね。それでもね、やはり、 戦争を厳ししく批判してていいいるととう点ででは同じだと思います、えー、さてですさねどうねこれを切り込んでいくかということなんですけどもやはりこれは私は対比がいいかなというふうに思いますね。えー、文中で主人公のやもくんの、ねえー、見方や考え方が大きく変わっているわけではないですよね。むしろ最後の一文とそれまでの美しい、ね、僕の村との対比と。 これを通してね、えー、戦争の無誤さ、悲惨さをこう子供たちに読み取らせていくと、こういう形で授業を考えてみました。えー、まずですね、しっかり音読臨床した後、感想を話し合って、えー、それからあ、まあ、設定の確認ですね。どこの話ですか、えー、いつの話ですかとこれ夏ですけどもね、戦争中だということは押さえておきたいですね。登場人物は誰ですかと。 あそしてもういきなり切り込んでいきましょう。最後の一文を読んでどう思いましたかと。えー、感想の中でもちろん出てくると思うんですけどもね、最後の一文を読んでどう思ったかということをもう一度子供たちに聞いて、えー、このような結末が来るのではないかと思わせる部分がいくつかあります。見つけて線を引きなさいと。改めて考えてみると、そういった伏線があるんですね。まず伏線を読み取らしたいと。そこから、 村は破壊され今はもうありませんの破壊と対比になっている言葉はどれですかノートに書きなさいと対比というのは反対語ではないんですよね2つを比べることによってその特徴だとか性質が際立ってくるものということですからね破壊という言葉と、ね、そとそれまでに出てきた言葉をね比べることによって戦争の悲惨さを際立たせるとそういう分かりをしている言葉を見つけるということになりますね。 例えば美しい白い小柳っていうのもそうですねそれから相撲なんかもそれにあたるんじゃないかと思いますね子どもたちにたくさん出させてこの中で最も重要な対比はどれだと思いますかというような話し合いをさせたいこれはノートに考えを書かせてもいいですねそして最後ね作者はこの話を通して何を伝えたかったのかだと 伝えたかったのだと思いますかということを聞いて、えー、一応この物語終わって、続いてね、世界一美しい村へ帰るの方も読ましたいと。で、ここはもうざっと読んでね、もちろんもう学習した対比的な視点で子どもたちは読むと思うんですよね。えー、ここでさらに対比をさしてみたい。世界一美しい僕の村と世界一美しい村へ帰るを比べて考えます。 作者の伝えたいこ,とは同じですかとこれはですね、あえて3つの選択肢を設けてみたいですよね。同じ、違う、少しだけ違うと。少しだけ違うと、私は思いますね。えー、何か後者の方は明るい希望が見えますよね。 全てを破壊してしまう恐ろしい戦争だけども、えー、人,立人々は、ね、またそれに立ち向かって、ね、新しい村を作っていくとそういう、ね、希望に満ちたメッセージが込められていると一方美しい僕の村というのはもう悲しい現実で終わってしまっているとそういう点での,、ねえー、この違い4年生の子供たちどうですかね、えー、きっと気が付いてくれるんじゃないかというふうに思います。 はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。